あなたは渋沢栄一を知っていますか？2024年新しい一万円札の顔になる渋沢栄一は、幕末から明治の激動の時代を駆け抜け、日本経済の礎を築きました。渋沢の生き方は、新しい大転換期を生きる私たちにも大きなヒントを示してくれます。人間は時に高みに登り、己の住んでいる場所を見下ろすことが必要だ。農家に生まれた渋沢は、青年時代尊王攘夷運動に加わりながらも幕臣となり、パリへ渡航。幕府が滅びて帰国すると、新政府に誘われ官僚になりますが、民間が力を持たなければと、34歳で商人の道へ進みます。いい国を作るためにはいい人材が必要だ。実業家となった渋沢が強く意識したのは、道徳と経済の両立です。金銭を取り扱うことは卑しいことではない。当時商人の間ではないがしろにされていた道徳規範を実業の世界に持ち込むことで、国全体の富を増大させようとしたのです。日本資本主義の父とまで称される渋沢ですが、万事うまくいっていたわけではありません。国の将来のために、どうか皆さん力を貸してください。渋沢が設立に携わった商紙会社もその一つ。商紙は紙をすくと書きます。渋沢は文化の発展のために紙を大量に作る必要があると製紙業を始めましたが、経営を軌道に乗せるまで何度も苦境に立たされました。特に株主総会では矢面に立たされ、株主からの批判にさらされました。オーディオムービー。3年だよ、こっちはもう3年以上待ってるんだ。株主の皆さん、ご安心ください。紙の需要は着実に増えてきています。じゃあどうして赤字経営なんだ。紙の質がまだ十分ではないんです。国のためだと思って、もうしばらくたくさんの紙が必要なんです。勉強したい若者たちがたくさん本を読めるように、今辞めるわけにはいかないんです。この会社は俺たちの資本で成り立ってるんだぞ。申し訳ありません。国の将来のために、どうか皆さん力を貸してください。渋沢さん、すみません、待ちましたか？おお、平三郎、突然呼んで悪かったな。すみません、また機械が止まっちゃって。まったく困ったな。工場でできない話って何ですか？まあちょっと見晴らしのいいところで話そう。はあ。また株主に叩かれたそうですね。大丈夫なんですか、うちの会社？平三郎、年はいくつになった？20歳です。そうか。どうしたんですか？いや、大きくなったなと思って。渋沢さん。うん？僕、時々わからなくなるんです。こんな場所で働いてていいのかなって。どうした、急に？僕が上京した時、渋沢さんまだ大蔵省にお勤めでしたよね。ああ。どうして辞めちゃったんですか？どうしてって？僕は渋沢さんの家でずっと書生をやっていました。ピシッとした身なりのお客さんがやってくるたびに、僕もこんな風になりたいって思っていて。ああ、君は官僚志望だったもんな。でも結局学校卒業できなかったから。偉いと思うぞ。毎月お母さんに自分で稼いだお金を送っているんだろ。ふう、ちょっと休もう。あそこに大きな石がある。はい。
こからは眺めがいい。人間は時に高みに登り、己の住んでいる場所を見下ろすことが必要だ。こんなはずじゃなかったんです。僕は学校に残ってもっと勉強したかった。学校じゃなくても勉強はできる。分かっています。でも俺は農家の生まれだが、本のおかげで好きなだけ勉強することができた。君は今その本を作るための紙を作ってる。みんなの役に立つんだ。すごいことだぞ。渋沢さんは僕とは違います。どうして？僕は渋沢さんと違って貧しい家に生まれました。国のためとかみんなのためとか、そんなこと。平三郎、一つ質問していいか？はい。紙の表と裏、君は見ただけでわかるか？はい。紙の表と裏、わかるか？どうしてですか？ずっと疑問だったんだよ。ほら、これ工場でできた紙だが、どっちの面が表だろうってずっと不思議だったんだ。ああ、考えたことはないです。よっ。それがね、最近やっと分かるようになった。え、どうやって？知りたいか？気になります。いいか、表だと思った面が表だ。え？表だと思えば表、裏だと思えば裏になるんだ。あの、おっしゃってる意味が。お、見ろ、崖の向こうに工場が見えてきたぞ。煙だ。工場の煙突から煙がもくもく出ています。まったく順調だよ。もう少し能率よく紙も出してほしいが。工場にいると知らない間に頬がすすけて真っ黒になってるんです。確かにみんなよく働いてくれてるよ。いい眺めですね。渋沢さんが選んだんですよね、この場所、工場を建てるとき。この辺りはな、水がいいんだ。ほら、向こうに川が見えるだろう。蛇行していますね。うん、蛇行してキラキラ光ってる。我々の傍らを流れるこの美しいせせらぎがやがてあの川に注ぎ込む。幾多の試練を乗り越えて。渋沢さん、僕は。平三郎、いい紙を作るにはいい水が必要なんだ。わかるよな？はい。水はな、循環してる。国も一緒だ。いい国を作るためにはいい人材が必要だ。人は同じ場所にとどまっちゃいけないんだ。渋沢さん、僕は不安なんです。進む道を間違ったんじゃないかってずっと不安で。俺は君に救われたんだよ。え？覚えてるか？会社が始まったばかりの時、機械が全く動かなくて、外国から呼んだ技術者がね、これは無理だよ、もう諦めた方がいい、日本には無理だよ、なんて無責任なことを言って。そんなこともありましたね。そしたらね、君は言ったんだよ。僕がやってみてもいいですか？研究したんです。僕、何度も何度も研究したんです。その一言、
頼もしかった。君は機械を操作し始めた。そしたら動いたんだよ、機械が。そうだ、あの時足の裏から機械の振動が伝わってきて嬉しかったな。すごい、すごいなって。だって動いてる、機械が動いてる。僕は役に立っている、ここにいるんだって、すごく嬉しくて。うん、渋沢さん、僕は目を閉じていても分かります、機械の操作の仕方。何度も何度もこの手で触って研究したんです。ああ、すごいよ。僕好きなんです、考えるのが好きなんです。だって今まで知らなかったことが分かるのって最高に気持ちがいいじゃないですか。実はな、会社の人間をアメリカに派遣しようと思っているんだ。え、派遣って？現地で技術を学んでもらい、会社を立て直してほしいと思ってる。誰が行くんですか？平三郎、もう一度会社を救ってくれないか。ずるいです、渋沢さん。え？そんな話聞いちゃったら、僕しばらく仕事に集中できません。そうか。行きたいです、アメリカ。僕は海の向こうに行ってみたい。英語はできるか？え？英語。言葉が通じないと何もわからないぞ。話せます。英語、話します。よし、エーザブロ。我が社の代表としてアメリカに行ってこい。はい。いよいよだな。そう緊張した顔するな。はい。船に乗るのが怖いのか？はい。ああ、いえ。大丈夫か？あの、昨日の夜思い出したんです、渋沢さんに言われたこと。何か言ったか？僕が学校を辞めて就職するって決めた時、渋沢さん言いましたよね。事故の本分だと覚悟を決めろ、天命を待てって。ああ、僕は悔しかった、夢を諦めたくなかった。でもあの時の僕がいるから今新しい世界に旅立つことができる。それが嬉しくて。平三郎は強くなれるよ。どうしてですか？君はね、楽しいからやってるだろう、仕事。仕事に楽しみを見つけた人間は強いぞ。渋沢さん、手紙をください。工場で作った紙で手紙を送ってください。工場が潰れていなければな。やめてくださいよ。冗談だよ。渋沢さん、紙に表と裏なんてない。僕の人生に表と裏なんてない。僕は自分の生き方に責任を持ちます。渋沢さんみたいに国全体とか考えられる器じゃないけど、自分の生き方くらい責任を持てるように、後悔しないように、できること全部吸収してきます。だから僕が帰ってくるまでは。分かってる。帰ってくる場所ちゃんと守ってるから。僕一生懸命勉強してきます。役に立てるように勉強してきます。頼んだぞ。はい、行ってきます。しおりです。夏になるとお家の中は高温と湿気で大変。
それを解決するには窓や出入り口に網戸をつけて自然の風の通り道をお家の中に作りましょう。 OK 網戸は川口技研です。大川平三郎は後に独立して製紙会社を立ち上げ、製紙王と呼ばれるようになります。渋沢栄一の哲学は渋沢の著書論語とそろばんに集約されています。本書の中で渋沢はどうしようもない逆境に立たされた時の対処について、自分の本分、自分に与えられた社会の中での役割分担だと覚悟を決めるのが唯一の策ではないかと述べています。私たちは自分が生まれる時代や場所、家柄、自分の容姿、得意なこと苦手なこと、すべて選ぶことができません。時には納得できず不遇感を抱くこともあります。それでも渋沢は諭します。天命に身を委ね、腰を据えて来るべき運命を待ちながら、コツコツとくじけず勉強するのが良いのだ。渋沢栄一は時代の荒波に揉まれながらも自らの経験をもって体現しました。